中エンリーカーと中エンリーはアジア系アメリカ人のアメリカ海兵隊軍人。アジア系アメリカ人として初めて海兵隊将校となった。関東系アメリカ人の子としてアメリカ合衆国カリフォルニア州の洗濯業の家に生まれる。二重国籍のままチャイナスクールに通う。第二次世界大戦時に志願して海兵隊に入隊し、日本語学校の事務職員となる。 戦後、アジア系アメリカ人として、初の士官となる。1950年、国連軍参加の海兵隊員として、朝鮮戦争に従軍。機関重傷隊長となる。当時の米軍では、人種差別が禁止されていたが、白人兵士の好機と差別の目にさらされた。しかし次第に、部下の信頼を得、抜群の統率力を発揮した。二川上陸作戦で半島に上陸し、 初めて実戦に参加した。国連軍による韓国領土の湿地回復を行いながら、ダグラス・マッカーサーは一気に南北統一を図ったが、元山上陸後に参戦した30万人の中国、人民志願軍に遭遇し、激戦を展開。降着した戦線に単独でおとりとなり、中国豪を叫び友軍であることを予想いながら中国、人民志願軍を撃退したが、翌日狙撃され、 右肘を負傷し、野戦病院に装置されたが、すぐに原体に復帰し、中朝国境を目指し進軍した。長津湖近辺で12万人の中国義勇軍に、包囲され8000人の海兵隊員の身体が極まり、その救援に500人の部下を率いて、猛吹雪の中、徹夜で獣道を先行し、義勇軍を奇襲、救援に成功し海兵隊史上に残る奇跡の、 救援作戦と言われ、海軍十字章を受けた。その直後に顔面に被弾し、日本にあった野戦病院に収容され帰国した。1968年海兵隊から退職した。階級は少佐。2014年3月3日死去。88歳。ありがとうございます。